それじゃあもう一回。次はこれまでよりも少し強めにしてみようかしら。これじゃあやりすぎかしら。でも壊れちゃったらしょうがないわよね。どうして私こんな苦しい思いしなきゃいけないわけ。いつも私ばっかり。どうして本当に強情ね、キャル。いい加減、こちらもうんざりなのだけれど、まだ罰が足りないのかしら。罰、そっか。これ罰なんだ。陛下を裏切った私への、ペコリーヌたちを裏切った私への、生まれてきちゃった私への。それなら、そう思えば少しだけ楽になれる。いろんなもの全部諦められる気がする。あったかい家も友達も報われるかもしれない未来も、生きるのも何もかも。でも最後にあいつに。騎士の少年、なぜここに。まさかあいつが妨害を。あんたどうして。私とうとう壊れちゃったのね。あんたが天井から湧いて落ちてきて助けてくれるとか、そんなバカな幻。嘘、幻じゃない。本当にあんたなのね。どうしてあんたはいつも私が苦しい時、助けてほしい時、泣いてる時に来てくれて。もうダメだって思ってたのに、諦めようって思ってたのに、こんなことされちゃ今までよりももっと好きになっちゃうじゃないのよ。行っちゃったわ。でも本当よ。前から私あんたのこと、でも私なんかが好きになっちゃダメなのに、あんたにも迷惑なのに、私の人生何もかもダメだったように、きっとこの気持ちも報われずにダメで終わって、また取り返しがつかないくらい傷つくだけなのに、わかってるのに。なのに、なんで、どうしても諦められないの。
お取り込み中悪いけれど、予定変更よ。あなたたち二人とも私の根城に連れて帰ることになったわ。これ以上怪我したくなかったらおとなしくしなさい。歯向かうつもり？けれどあなたたち二人が力を合わせたところでこの私にかなうわけがないでしょう。ねえ、手を握ってほしいの。ほんの少しでいいから。ありがとう。今ならできる気がするわ。あら、あなたみたいな欠陥品に一体何ができるっていうのかしら。過去を、呪いを、あなたの幻を振り切るってことよ。それでは中に戻りましょう。夜風が少し冷たいですし。そうね、食器の片付け手伝うわ、マム、コドーさん。ありがとうございます、シェフィー様。うん、レイジレギオンか、ほんと嫌な連中よね。今回は陛下の偽物なんてものまで持ち出してきたし。
連中の狙いはセブンクラウンズ。そのうちの一人カイザーインサイトは今も城の地下深くの結界に幽閉されたまま。ってことは私たちは今陛下を守ってるってことでもあるのよね。そう思うとなんか変な感じだわ。陛下を裏切ったのにまた守る立場になるなんて。ナイトみたいに。あんた、そうね、そうよね。何から誰をどう守るか、今は私自身が自由に決められるんだもん。前とは違うわよね。まあ前とはたなんだけど、いつか本物の陛下にも偽物に言ったみたいなこと言えるようにならなくっちゃね。あのね、一応言っておくとさ、さっきのあれ嘘じゃないから。だからプリンセスホームになる前にあんたに言ったあれ、もういいわ。あんなの事故みたいなもんだし。バカ、あんたはどうせペコリーナとかコロスケたちのことも好きって言うんでしょうが。バカ、今はそれでいいわよ。バカ、私もそこに含まれてるんなら。うっさいわね、バカバカバーカ。バー